250キロのバーブルをぐらっと上げるんやね。へえ、おかしいやろ。すごいですね。ただ自分の考えで言ってるだけだから、みんな。そうですね。ただね、当てはまってないから、もう。もう当て、そうですね、当てはまってないのよ。はいはい。あなたが言っても、うん、そうですね、あなたが言っても、そうですね、俺そう思うな。うん、要はカープの、はい、まあ、鈴木誠也選手に、はい、俺が、はい、いやいやいや、そんな足の鍛え方じゃ速くならないよって言って一緒やな。ああ、なるほどなるほど。ああ、そういうことですね。速、うん、く走れないよっていうことですね。うん、何言ってんだ。ダメだよって。うんうんうん。非常に分かりやすい。うん、いやいやいや、言われたくないし。もうだから、次元が違うとこいるのよ。それをでも OB の選手は分からんかったあかんとも。うん、確かにそうですね。うん、だからピッチャーやった方がいいとか、はい、バッターやった方がいいとか、そんなことどうでもいいのよ、もうね。大谷君でもほら、ああやって野球楽しんで、うん、アメリカ認めちゃってんのよ。一番楽しんでますよね。うん、それを日本の OB がさ、はい、な、うん、ここはいいと思うとか言うけど。あ、そうですね、うん。悪いところが逆に見つかってないですもんね。見つかってないよな。飛び込んでくれるし、そうですね、邪魔あるよって感じで、ほら。そうですよね。そう、大谷でもヘッドして、そうですよね、投げて打ってんのにヘッドスライディングやりますからね。そう、ほんで内外言う人もいるわけやろ。まあいますよ。で、大谷選手がやったら何も言わないわけやろ。そうだろ。言えないです。だからそういう意味ではね、うん、あ、この人はこの人の意見なんだと。そうですね、うん、うんうんうん、そう、自分がそう思ってるだけであって、うん、俺でもそう、他の OB が何か言ってもアドバイスにはなんない。で、同じ中で いる人たちだったら、言われたらアドバイスになるんだけど、うん、もうここより向こう行っちゃってるんで。向こう行ってますよね。おーい、そこ違うよ、その筋肉付き合って違うよって言っても、そうです、ね、全然届かないんで。届かないですよね。その走り方違うんじゃないのとかさ、はい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 、そこにいるわけよ。なるほどなるほど、そうですもんね、うん、と俺は思う、うんうん、まあで、パワーついて今度盗塁やろ。ほら、綺麗やな。綺麗ですね、あ、これ、うん、綺麗ですよね。ぶっちゃけさ、はい、片手間やろ。まあもちろん大谷選手打って投げてですから、そこに走ってが絡んでるだけであって、ちょっとひどい言い方かもしれんけど、あれが盗塁を争うとかいう気持ちがあるんやったら、それは変わると思う。変わりますね。で、今その中で盗塁が隙間を縫ってできたらいいなって感覚だと思う。そうですね、うん、どうしてもホームランの方が多いんで。ホームランとですよね。投げてんのよ。投げてんですよ。確かにそれで、はい、これでまた盗塁を狙うっていう形になってリードも大きくっていうのあるよ。ありますよね。あるよ、はい、でも今はそこまで手回ってる、足回ってないじゃない。回らないですよね。っていうのは俺の答えかな。いや、確かにこれでホームランキング取ってですよ、うん、なんかまあ最多勝は無理としても、防御率とか奪三振とかそれ取ってですよ。取るよ。盗塁王は取ったらどうなるんですか。いや、あの完全宇宙人認定ですよ。ほんまそうなるよ。ですよね。でも本当にそこまで気が回ってないやろうなと思う。回らないですよね、うん、確かにリードが大きい方がいいと思う、はいはいはい、でも多分今盗塁も多いけど、はい、まあ、成功率って低いっていうけど、それでもそれは広い方が完璧よ。でもそこまでやれってのは酷ってより、ちょっとね、俺からしたら高望みってより宇宙行ってで、はい、ウルトラマン探してきてっていうようなもんやもん、はい、で、大谷選手の欠点を探せばそこ、まあ逆にですね、リード小さいねそこそこしかないですよね。そこでも言いたくないよね、うん、俺は。いや、そうですよね、うん、そこリード小さいだろお前って言えないですよこれ、盗塁しなかったらこういうこと言われない。言われないし、一切言われないし、あの、聞かれないから。でも盗塁成功しちゃうんですよ。そうね。そうなんですよ、うん、セーフティーも決まっちゃうんですよ。そうなんですよ飛び込んじゃうんです。そうですよね、はい、大谷がそうだったの。うんうんうん、そうですね。日本では盗塁もしなかったよ。はい、しなかったです。でスライディングもないやん。はい、そうですよね。そうやろ、はい、今はもうバリバリですもんね。大音やん。打ってよし、投げてよし、走ってよし、顔もよし、3よし、4よしやん、うん、こう次元が全然違うから、うん、普通こう長打
単打守備力とかこう出るやんけ。はい、出ます出ます。こういう、はい、こういうこう結構、はい、飛び出て大きな絵になってるもんな。そうですね。もういや普通偏るやん。偏りますよね。やっぱ二刀流ってさ、はい、ピッチャーとバッターでもすごいのにさ、はい、でまたこれ多分盗塁を取ろうと思ったら取れるような感じだけど、ね、ただ盗塁はヒットの方がいいんで、ああそうですね、ホームランになってしまうんで。なりますもんね、うん、セーフティーしたからってこれ何やって思うもんね。セーフティーするんかい。そうですよね。前回吉彦さんがほらヘッドスライディング、うん、語ってくれたじゃないですか。あったね。ヘッドスライディングしたじゃないですか。ボールに飛び込んだね。飛び込んだです。あれ嬉しかったよ。あれこそやっぱり野球、ベースボールですよね。やっぱあれがやっぱ心から出るベースボール野球なんやな。そうですね。だそれは危ないから。一時期日本だったら何かあったんやろ。ありました、ね、大谷選手。野球ってこんな楽しいもんだってどうですかピッチャー大谷選手は。ピッチャーも群抜いてるよ。抜いてますよね。抜いてますよ。なんか今年なんかすごくそのあれでしょ、球の回転数が去年よりも速くなってて、なんか 6.5 センチかなんか浮き上がってるより去年よりも、投げたボールが回転数により。でもね、はい、絶対ボールって浮き上がらないんだよね。そうでしょ、うん、のように見えるんでしょうね、うん、絶対浮き上がらない。でもスピン量で、うん、人間の目からしたら浮いてるように見えるよね。そうでしょうね、うん、5月にですよ、1イニングに2度のボークがあったじゃないですか。あ、こうやってやつね、はい、うん、あれって何なんでしょうかね。あれ審判も意固地になったね。なりましたね、うん、はい、審判はえってなったらもう人間的、はい、人間やから。そうですね、うん、ですね。え、誰がみんなこうなんでボークって言ってるけどね、はい、うん、なんかあったんやろね。あったでしょうね。まあやってる人間やからね。まあなかなかそれも見られないことですよね。だから見せしめといろんなことあるって出てるけどそんなことないもんな。うん、まあそれはそれでさ、いいんじゃないかと思うよ。なるほどです、ね、やってる人間、審判も人間、うん、でも審判がいなかったら野球って成り立たないから。そうですね、うん、うん、でその審判の人も反省してんじゃないか。ああ逆にですね。もう悪かったなと。俺もちょっと意固地になって大人っぽくなかったなってなるほど。そのぐらいじゃないかな、うん、もうそれぐらいすごい選手ってことですもんね、うん、面白いのはアメリカは大谷選手の曲がりすぎるんやろな。あれな。あ、そうでしょうね。この間一人退場になってたね。あ、なってましたよね。なってた、あのメジャーでね、はいはい、で自分を潔白出してたけど、はいはいはい、あれベルト取って、はい、帽子取って、はいはい、そうですよね。ズボン脱ごうとしたもんな、はいはいはい、でもね、本当滑るんだと思う。いや、大谷君に対してそれやってた時はびっくりしましたよね。あ、でも抜き打ちでやるって言ったからね、はい。大谷選手来たユニオンも、うん、いくらか知ってる。今上がって1200万、超えてるやろ。あ、もう超えましたね。楽にどんどんいってますよね。すごいね。すごいですよ。それネタにしようと思ってたんですけどねまあいいけどそうなんだ。すごいらしいっすよ。すごい。正直まあ野茂選手から始まって、はい、いろんなメジャーリーガー行ったけど、メジャーに行ったけど、はい、でイチロー選手、はい、松井選手、いろんな選手いったけど、はいはい、まあ、イチロー選手もすごいよね。すごい。群抜いて記録抜いたりとか、はい、でもね、それにさ、パワーがついてるからいやー、素晴らしいですよね。え、27? 27歳こういう息子が欲しいご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。本日もありがとうございました。ゲームセット、よろぴこ。